今週のブレイクミーズは9月21日ナイトカフェクーで行われたコウ・キムラ&サトシとミエのスーパー DJ ユニットレベル9のクラブツアーをゲット。大阪は結構みんな盛り上がってくれて嬉しいです。そうですよね、うん、大先生が回してる時なんかはもうかなり体の振りで盛り上げてるって話があるけど、運動量もすごいって噂。僕の DJ って、はい、なんだか前菜からなんですか、だん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 メインディッシュに行って、でまあだんだん最後はデザートまでって感じの、それだんだん上がってって食事みたいな感じで聞いてほしいですね。持っている時に割と歌ポンとかけるとバーンと弾けて、でその後少し綺麗な感じで落としてまた上げていくみたいな。メイ君やっぱ作る曲もすごいし、彼の DJ のスタイルはなんですか、ミュージシャンっぽいっていうかすごい考えられてる感じがしてすごいですよね。ミュージシャンでないと考えつかないような感じとか、やっぱり自らっていうか自分のレーブコードレーベルもなんか作りたいなって感じで今話し進めて、多分作ると思いますし、年内に1枚2枚出したいなって感じ。じゃあ僕のサザエさんも、サザエボンもよろしくお願いします。楽しんでやってるから OK かなっていう、これとあの、まあ、制作と DJ と両方 DJ ヨーロッパ行ったり日本を持ってきたりアメリカでやったりいろいろですけど、クラブが閉まったり開いたりあのリオープンしたりいろいろな感じでまだちょっとごたごたしてる感じ、ちょっと政治がいろいろ面倒くさいかなっていうのがあるけど、今年いっぱいはごたごたしてると思いますけど、今年いっぱいは、DJ ツアーとスタジオで大体終わるって感じっていうか、来年もそうだけどな感じですかね。まあコウさんとのプロジェクトもなんかできたらまたやろうかなっていう感じですけど、いつもあの可愛い女の子がいっぱい来てくれてありがとうございますって感じで、これからも遊びに来てください。こんな2人のスーパー DJ ユニットレベル9、オリジナルのトラックもリリースしているのでこちらも要チェック。これからの活躍ますます楽しみですね。We'll be right back.